ミゲルイダルゴは、メキシコシティを構成する16の管轄区域の一つで、ある。タクバ、チャプルテペク、タクバヤの3つの歴史的な地域、およびポランコ、ロマスでチャプルテペクなどの地区を含んでいる。チャプルテペク公園、国立人類学博物館といったランドマークを要し、歴史的中心のあるクアウテモクについで2番目に、多くの人々が訪れる。 タクバとタクバ屋はメキシコシティとは独立した集落として長い歴史を持ち、プエブロマヒコに倣って観光目的で2011年に制定されたメキシコシティの21のバリオス・マヒコスに選ばれた。メキシコ独立革命の開始とされるドロレスの叫びを発したミゲルイダルゴから名前を取っている。ミゲルイダルゴは メキシコシティ北西部に位置し、歴史的中心の西隣にあたる。81の地区に分かれている。アスカポザルコ、クアーテモク、ベニート、フアレス、アルバロ・オブレゴン、クアヒ・マルパデ・モレロスに接し、西側は、メキコ州と境をなす。面積は47.68平方キロメートルである。ミゲルイダルゴは、かつてのテスコココの西岸にあたり、タクバ、ジャプルテペク、 タクバヤの三つの地域から構成される。地形的には特に南西のクアヒマルパデモレロスとの境においてラスクルセス山脈につながる峡谷、丘、メサが集中する。東のクアウテモクとは内観状道路が境目になっている。チャプルティペクの丘は標高2260メートルである。この地は完全に都市化され、緑地は公園に限られる。 最大の公園は、チャプルテペク公園である。古い廃校のために地盤に、問題のある地域に2万5千人以上が住む。約500世帯は特に危険度の高いところに住んでいる。大部分は、住宅地だが、人口は1960年に65万497人だったのが2010年には37万2889人に減少した。 現在、ミゲルイダルゴの人口はメキシコシティの16の管轄区域のうち12番目である。人口の88%余りが自分をカトリック教徒としている。数多くのバスやメキシコシティ地下鉄の路線が走り、宅場や駅で地下鉄1.79号線が交わる。オブセルバトリオのバス停留所からは西のトルーカなどへ行くバスが走行する。オブセルバトリオとトルーカを結ぶ。 都市間高速鉄道が建設中である。テノチティトランと湖を隔てたトラコパン、チャプルテペク、アトラクイワヤンチャプルテペク、タクバ、タクバヤの各地域は20世紀初めまでメキシコ式とは独立したムニシピオであり、それぞれ別の歴史を持っている。これらの地はアステカ時代には中心としてのチティトランとはテスコココを隔てて西側にあった。 スペイン人による征服の後、テノチティトランはメキシコ式となり、湖は植民地時代を通じて干拓され、その結果メキシコシティは拡大していった。20世紀初めにメキシコシティの生誕が、タクバとタクバ山で到達した。メキシコシティが西へ拡大していった一つの理由には、富裕層が歴史的中心を捨てて、新しい地域へ引っ越したことがある。 彼らは初めローマ地区やコンデサ地区に住んだが、後にはポランコ地区へ引っ越した。西への移動は今も続いており、ロマス地区への移住が進みつつある。1928年にメキシコシティ連邦区はメキシコシティ本体と13の区に分けられたが、今のミゲルイダルゴはメキシコシティ本体の一部であった。1970年にメキシコシティ本体も4つの区に分けられ、その一つが ミゲルイダルゴである。チャプルテペクは、祭祀を行う聖地であり、後に、アステカ皇帝の西洋地になった。モクテスマ一世は、チャプルテペクからテノチティトランまで水道を引いた。後に、モクテスマ二世は、魚の泳ぐ池と庭園を作った。ネサワルコヨトルは、丘のふもとに宮殿を築いた。 1780年代から当時のチャプルテペク公園の中心であったチャプルテペクの丘の頂上にチャプルテペク城が築かれ始めた。1847年には米北戦争のチャプルテペクの戦いの戦場になった。19世紀から20世紀にかけてチャプルテペク城はメキシコ原種の皇帝として使われたが、1930年代からは やはりチャプルテペク内のロスピノスに移転した。マクシミリアンはチャプルテペク城都市の中心を結ぶレフォルマ通りを建設した。現在、チャプルテペク城には国立歴史博物館がある。現在、チャプルテペクには国立人類学博物館と国立歴史博物館の二つの重要な博物館がある。他の博物館はレフォルマ通り沿いに位置している。タクバは アステカ時代には、トラコパンと呼ばれ、アスカポツァルコに従属していたが、テノチティトラン及びテスココがアスカポツァルコを攻撃した、時に、トラコパンは抵抗しなかったため、アステカの三都市同盟の一つとみなされた。トラコパンとテノチティトランを結ぶ包み道があり、今もメヒコタクバ道路として存在する。この道路は、 スペイン人がテノチティトランから追い出された悲しき夜の舞台としても知られる。スペイン人による征服後、フランシスコ海によって教会が建設された。20世紀に入るとタクバは犯罪や衛生の問題が発生した。ラナセプログラムの下でタクバの再生が図られている。アステカ時代にはナートル語でアトラクイワヤンと呼ばれていた。スペイン人による征服後、 1590年にドミニコ会がサンホセで宅場や修道院と教会を建てた。この地は果樹園や製粉所のある田園地帯で三つの川が流れ、富裕層がここに別荘を建てた。19世紀中頃か,から開発が進み、19世紀後半から20世紀前半にかけて邸宅の建設がピークを迎えた。1888年には、 人口はわずか9000人であったが、20世紀初めには2万人だった。20世紀になると、メキシコシティからのスプロール現象が、宅場屋に達し、田園地帯の自然は失われ、川は暗渠化され、泉は枯れた。今では、宅場屋の大部分は労働者階級が住む。統制のない物売りが多すぎて交通上の問題になっており、特に地下鉄。 タクバヤ駅周辺で問題が大きい。メキシコ国立天文台は、最初1878年に、チャプルティペク城内に作られたが、1883年に、タクバヤの大主教邸宅跡に移された。1942年に天文台は、プエブラ州に、ついでバハカリフォルニア州に移転し、天文台のあった建物は、現在国立気象観測所が使用している。 オブセルバトリオという地区名にその名残が残っている。ありがとうございます。